ドナルド・ケーガンはアメリカ合衆国の歴史学者、リトアニア出身、古代ギリシア史を専攻、ペロポネソス戦争について4冊の有名な体調を表している。1989年から1992年にかけてイエール大学の学部長を務め、それ以前はコーネル大学の歴史学部で教えていた。ニューヨーカーの書評によるとジョージ・ステイナーは、 ケーガンの名高い四冊の大将、北米の一番の歴史的成果というにふさわしい、称賛すべき傑作であるとしており、彼に限らず、ケーガンは、一般的に、現代における古代ギリシア史の主要な歴史学者だと思われている。リトアニアのユダヤ人の家庭に生まれ、父の死後間もなく、家族と共に移住したニューヨーク州ブルックリンのブラウンズビルで成長、ブルックリンカレッジを卒業し、 ブラウン大学で修士号を、1958年、オハイオ州立大学で博士号を取得した。そのスタンスは、当初は自由民主主義的だったが、1970年代までには、変わり、1997年にはアメリカ、新世紀プロジェクトの指導を考える、新保守主義の主要な声明書に、自ら著名するようになっている。ジム・ローベによると、クライグ・エンジャーの、 物資家の崩壊に引用されるが、1960年代後半に、コーネル大学が、生徒たちの抗議により黒人学習プログラムに圧力をかけられたとき、それを引き起こした自由主義から決別したという。彼は書いている、デモ行為の監督者としてのネビル・チェンバレンの、あらゆる勇気を見て、強い衝撃を受け、私はより保守的になっていった。と そして、2000年クリスマスの大統領選挙では、ケーガンと息子のフレデリック・ケーガンは、白いアメリカのダミンを出版して、国防費の増額を訴えている。2002年に、全米人文科学基金から国家人文学メダルを授与され、彼は2005年に、2が、連邦政府による知的な達成を示す、最高の名誉とするところのジェファーソンレクチャーの講師に選ばれている。 ケーガンのジェファーソンレクチャーは国防の歴史と題され、そこで彼は歴史学は人文学の中でもとりわけ大切な学問であると主張した。イエール大学の古典学及び歴史学におけるスターリング教授であった。2021年8月6日、ワシントン DC のリダイアメントホームにて89歳で死去。ありがとうございます。